老健局は中央省庁である厚生労働省の内部部局の一つ、高齢者医療や福祉等を所掌する。2001年1月6日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、厚生省老人保健福祉局が組織変更され、老健局が発足した。老健局は次に掲げる事務を司る、老人の福祉の増進に関すること。 老人の保険の向上に関すること、保険局の所掌に属するものを除く。介護保険事業に関すること、老人の福祉及び保険並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること、社会福祉法第56条第1項の規定による報告の聴取及び検査に関することを除く。福祉用具の研究、 開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること、老人にかかるものに限る。老人の福祉及び保険に関する事業のように供する施設の整備に関すること。高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律の規定による、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び擁護者に、 対する支援に関すること。2021年3月24日、新型コロナウイルスの流行による自粛要請の最中、厚生労働省老健局の職員23名が東京、銀座の居酒屋で深夜まで送別会を開いていたことが3月29日判明した。厚生労働大臣、田村の久は閣僚給与2ヶ月分を自主返納した。 4月22日時点では参加者23名のうち12名の感染が確認され、参加していない局員合わせて29名が感染したことになり、国立感染症研究所はクラスターに該当する認識を示した。厚労省、職員さらに2人感染コロナ、老健局関連29人に共同通信、2021年4月22日付け、 ありがとうございます。